スレーシオベロイはインドの俳優。ラジオ番組で活動して、後にボリウッドに活動の拠点を移し、性格俳優として1980年代から1990年代にかけて人気を集めた。世界精神医学会の親善大使を務めている。バローチスターン首席弁務官僚クエッタで、カトリのアナンドアルップオベロイとカルタルデビの息子として生まれる。 スレーシュが生まれて間もなく、オベロイケはインドパキスタン分離独立のためインドハイデラバードに移住し、医療品店を開業した。スレーシュは同地の成城寺グラマースクールに通い、スポーツに関心を示した。彼はテニスと水泳の大会で優勝するなど優秀な成績を収め、さらにボーイスカウトとして大統領賞を受賞している。高校卒業直後に父と死別し、 兄弟と共に医療品店の経営を引き継いだ。ラジェシカンナーの葬儀に参列するスレイシュ、ヤショーダラー、ビベイクスレイシュは以前から演劇に強い関心を抱いていたが、父の休止のため俳優の道に進む機会に恵まれなかった。1974年に俳優を目指してインド映画テレビ学院に入学し、1976年に卒業している。 結婚後にムンバイに移住し、ラジオ番組での活動を通して好評を集め、その後は広告モデルとしても活動して1970年代の人気モデルの一人になった。1977年にジーブン・ムークトで映画デビューした。1980年にイーク・バー・ピアーで主演デビューするが、工業的には失敗している。 1979年から1980年にかけてカートベア、イーク・バー・カホ、サラクシャ、コンヤーなどのヒット作に出演した。1980年にラジェシュ・カンナー主演のピアワはヒロットで演じた警察官アショー・クバルマ役で知名度を上げた。1981年に出演したラワースではフィルムフェア賞最優秀女演団優勝にノミネートされた。 この他に、ナマック・ハラル、キャンコービダタなどで、助演俳優として出演した後、ダビチョー・プラーのマスドーで、主要キャストに起用され、リリップ・クマールと共演した。性格俳優としてのスレーシュの演技が、最も高く評価されたのは、シャクティ・サマンタが監督した、アワスデー演じた、警察官アミット・グプタ役であり、1984年には、ガー・イーク・マンディアで、再び、 フィルムフェア賞最優秀女演団優勝にノミネートされた。これ以降も、いいくないパヘリー、カノオンキャ彼が、シャラービ、ジャワブなどに出演し、1985年には、ケタンメータの、真っ赤なスパイスで、ナショナルフィルムアワード最優秀女演団優勝、ベンガル映画ジャーナリスト協会、最優秀女演団優勝を受賞した。1974年8月1日に、 マドラスでヤショダラーと結婚し、彼女との間に息子、ビベークオベロイ、娘、メグナーを設けた。ヤショダラーはパンジャーブ人の実業家一家の出身である。アニクリシャン・オベロイの息子、アクシャイ・オベロイもボリウッドで俳優として活動している。ありがとうございます。